はい、こんにちは、レタドールマイピーです。今日はですね、キャッチングミスを、減らして、上手にピッチャーをリードするための、おすすめな練習方法ということで、キャッチャーフライの、キャッチャーフライを確実に、取るための、コツという形でお伝えしていきたいと、思います。で、まあ大きくポイントを分ければ、3つになってくるんですけど、まあ、その3つをですね、まあ、具体的にお伝えしていきたいなと思います。でまず、よくありがちなパターンが、受けていてですね、フライが上がりました。フライが上がりました。目をマスクをつけたままボールを取りに行くっていう行為ですね。まず見えづらい、視界が悪いで、そして、邪魔ですね、邪魔ですね、見ようとする、動こうとする時に邪魔ですね。必ず素の状態で取りに行った方がやはり見えやすいし動きやすいですね。だからそういったところでまずマスクをつけた状態で取りに行かない。じゃあどうすればいいのかというところで、ボールが上に上がったらマスクをこういう風に上に上げる、構えててボールが上がったらこういう風に、マスクを跳ねのけて上を見るっていうことですね。横から見るとマスクをつけた状態で手のひらのちょうどこの甲の部分ですね、この部分でマスクの下の部分に当てて、そしてこういうふうに上に跳ねのけます。こういうふうに上に跳ねのけます。で思いっきり跳ねのけて、勝手にマスクが、飛んでいきますので、その飛ばした後に素早くボールを見るっていうことですね。まずこういったところからですね、動きとして練習を、していかないことには、やはりその面をつけた状態と、つけてない状態ではボールを取れる、取れないの前に取りやすいか取りにくいかっていうところで、やはり取れる確率取れない確率っていうものが変わってきますので、そこをですねまず改善してもらいたいなと思います。それがまず一つです。で、二つ目なんですけど、やはりですね、少年野球とかは特に、目をつぶったり、しやすいですね。バッターがボールを打つ瞬間とかにもう目をつぶってしまうと、そういった行為とかも結構、見受けられると思うんですけど、とにかく上がった瞬間にですね、周りも上がったキャッチャーぐらい上がったってキャッチャーとかいう声が、必ずありますので、目をつぶってしまってもですね、とにかく素早くその声に反応して、で分かると思うんですよ、長くやっていれば勘で、いや今上がったっていうのが。でそこをしか上がった瞬間に、上を見ないといけないんですけど、やはりですね、ボールをよく見てない子に限ってこういうふうに探したりする子が結構いるんですよね。ボールはやはりそのフライが上がるっていうことは上にボールが行ってますので、まず上を見なくては、次どこに行けばいいのかっていうのが分かりませんので、とにかく子供によっては例えばこういうふうに見て、こう見た時に上に見えたんで、こっからこういうふうにこうやって取りに行ったりとか、すごく無理な体勢で、取りに行ってしまう、無理な状態で、強引に取りに行ってしまう傾向が結構見受けられますので、まず、ボールが来ました、フライが上がりました、マスク外すで上ですね、上を見ます。で真上を見ることによって人間の目って360度、嘘つきました、180度ですね、広がってると思います。180度見えると思います。でこう見えた、パッと上を見た時にボールがさっと、上を見上げればボールがどの位置かで、どの方向かに飛んでいってるわけなんですね。でそこに対して自分が後ろであれば後ろで素早く方向転換していけばいいし、横であれば横に、移動していけばいいってい
というふうになっていきますので、とにかくマスクを取った後に上を、真上をまず見るっていうことですね。そしてボールが、ボールをいちいち自分が探そうとせずに上を見て自分の視界にボールを入れるっていうことが、まず大事ですね。無駄な動きをしないっていうことですね。っていうのがまず2つ目のポイントとして、まあ、大事に、なってきます。で、次は、3つ目ですね。フライもやはりちっちゃいフライ、大きなフライがあると思うんですけど、もうちっちゃいフライの場合はすぐパッと、すぐ上がってパッと自分がすぐ動くだけで取れるフライは、そういった形で、そのボールに対して、素早く入っていくっていう形で、言ってもらえればいいと思うんですけど、ボールが高く上がった場合ですね、ボールが高く上がった場合に覚えておいてほしいんですけど、コツとして、高いフライが、上がった時にですね、自分の後ろが今ホームベースがあるとします。ホームベースがあるとします。必ず、高いフライが上がった時にホームベースにですね、背中を向けるように、ホームベースに背中を向けるように、してボールが落ちてくるのを待つっていうことですね。例えばここちょうどこの位置がホームベースだとしたら、ホームこっちに上がればこういう状態、こっちに上がればこういう状態、こっちに上がればこういう状態ですね。いつどんな時もホームベースに背中を向けておく、これが3つ目のコツになります。これなんでかっていうと、僕もその少年野球の時に教わって、もうずっとこれキャッチャーやる時に継続してるんですけど、不思議とボールはこういう風に戻ってきます。ベース側の方に、高く上がったフライほど、ホームベース側に軌道を描いて戻ってきます。で、逆にこれをたまにホームベースにを向いてキャッチするのも見かけるんですけど、要はボールが逃げていってしまうわけなんですね。ボールがこういう風に取ろうと思ってても外の方に逃げていってしまう、それに自分が合わせて取りに行ったりするケースっていうのが出てきますので、基本はホームベースに背中を向けて取りに行くこと、そして自分のホームベース側に返ってくるボールをキャッチすることっていうことが、3つ目の、コツになってきますです。本当かよって、思われる方は、実際キャッチャーフライが上がった時にですね、ぜひ、実践してみてください。その短い、さっきも言ったんですけど、ちょっとしたフライとか、まあ、そこまで追う必要もない、自分が一歩動けば、済むようなフライとかまでわざわざこういう風に回転してると遅くなるだけなので、その辺は臨機応変にやってもらいたいんですけど、基本的にフライがキャッチャーフライ上がった時には、ボールはホームベース側に軌道を描いて戻ってくるということを、頭に入れて自分がホームベースに背中を向けて動くっていうことを、やってもらえればなと、思います。で、その3つ目のポイント、キャッチングするときですね、キャッチングするとき のポイントなんですけど、よくですね、ボールを落とさないためにっていうことで、こういうふうに、キャッチ、したりするときを見かけます。決してダメではないと思います。特にそのフライが上がって、こうフライが上がるっていうことは、それだけ、フライが上がるっていうことはバットの上半分で擦って、こういうふうにバックスピンがかかった状態で待ってるっていうことなんで、キャッチングする時もおそらくすごい回転がかかっていて、ボールがミットから、はみ出してしまうっていうことが、必ず、あると、思います。で、その時にですね、こういうふうに、取ったりするケースも、あったりすると思います。ただ僕の場合は、これはちょっと高さがあまりないなかったりとか、そういう時だけ、子供たちにも、使っていいよって言って、それ以外のやっぱり高いボールに関してはしっかりとこういった形でキャッチングをしに行くことを、推奨、しています。なんでかっていうと、内野手とか外野手とか全部同じだと思うんですけど、結局ここで、
取る、体でガッチリ止めてるって思いがちなんですけど、基本的に自分の見えない位置でやっぱり取ってますよね。だから感覚で、プレーしてるわけなんで、まあちょっと絶対的とは言えないわけなんですよね。なので自分がしっかりと目の前、自分の、ボールの動き、自分の体の動きが見える位置でボールをキャッチするっていうことが大事になってきますので、そういった時にまたシングルでキャッチをしたりとか、ミットをやはりこういうふうにしっかりと上を向けていなかったりですね、グラブのこのミットのその方向とか角度ですね、そういったところもしっかりと入ってくるボールに対してミットを上に向けてあげて、そしてしっかりとキャッチをするっていうことが大事です。でさっきも言ったんですけど、やはりこういうふうにスピンがかかって回転がかかってると思いますので、シングルで取りに行ってしまっても取れる時もあれば、やはり落ちてしまう時もありますので、まあ、こういったところは内野手、外野手、キャッチャーもやっぱり共通でですね、しっかりと手をこう添えてあげると、グラブに。で添えておくことによってはみ出してきた時にそこでボールを押さえてあげることも必ず、出てきますので、そういったですね、添える、サポートする、動きもですね、常時ですね、キャッチャーフライの時も、継続してやってもらえたらなと、思います。やはりですね、キャッチャーフライっていうのはですね、ピッチャーがよし打ち取ったっていうところでやはり落としてしまうと、バッターを一回死んだバッターを生かしてしまうわけなんですね。でこれ野球のですね、こう不思議なセオリーなんですけど、よくそういうですね、取れるボールをエラーしたりとか打ち取った当たりをエラーしたり、することによって、次のボールとかですね、次の瞬間に大きな当たり、ヒット性の当たりでホームランだったりとか、それでサヨナラ負けしたりとか、そこでもし取っておけばっていうのが、よくですねあります。これは小中高、プロ関係なくですね言えることだと思いますので、それだけ、打ち取った当たりを確実に補給するということは大事なことになってきますので、その大事なプレーを自分がどういうプレーをしに行って、どういう過程を踏んでボールを取りに行くのかっていうことが大事ですね。ポイント1、目をつけた状態でボールを取りに行かない。必ず目を弾き出して上に押し上げて突っ跳ねて、そしてボールを探しに行く。ポイント1。そしてポイント2、ボールが上がったら変な方向を向くんじゃなくて、パッと真上を見てまずボールを視野に入れる。視野に入ったら素早くそっちの方向に無駄なく、動いていく。無駄な動きをしないってことですね。で、ポイント3、上に上がったボールは必ずと言っていいほどホームベースの方に軌道を描いてボールが戻ってくる。だから、短いというか、あまりそこまで高く上がってないフライ以外の高く上がったフライに関してはしっかりとホームベース、ここであればホームベースをに背中を向けてキャッチングを、しに行くっていうことをですね、推奨、しています。で、その3つにちなんでボールをキャッチするときにしっかりとミットを上に向けるっていうことと、しっかりとサポートする、手を添えてあげるっていうことですね。内野手であろうと外野手であろうと、ここキャッチャーであろうと、基本的な動きに、なってきますので、そういったところを守っていただければなと思います。でちょっとちょっと言い忘れたんですけど、やはりですね、状態がまっすぐな状態ですね。状態がこういうふうにまっすぐな状態でキャッチするのと、やはり膝が軽く曲がって少し、上向き加減でこういうふうにキャッチするのでは、グラブの向き方、向け方で、そして、取りやすさ、取りにくさが全く変わってきますので、ボールが高い位置から落ちてくるっていうことは、重力も一緒にですね、グッと、勢いよく落ちてくるわけなんで、それを柔らかく吸収する、柔らかく吸収する、それに反抗するのではなくて柔らかく吸収するっていう意味でもですね、膝を柔らかく使う、そして少し、
体をのけぞっておくこと、それによって補給しやすい状態を、確立しやすい補給しやすい状態を、取りやすいっていう形になってきますので、必ず膝を柔らかく使うということと少しのけぞった状態でボールをキャッチに行くっていうことをですね、守っていただきたいと、思います。何度も言いますけどキャッチャーぐらい、確実に1回で、アウトにしてあげましょう。ピッチャーはですね打ち取った瞬間よっしゃってガッツポーズしてます。そこに、キャッチャーぐらい落としてしまうと、はあ、OK キャッチャーどんまいって言いながらもやはり心の中では、何かしら、精神面で弱いピッチャーであればですね次崩れやすかったりとか大きな当たりを打たれやすい原因になったりしますんで、キャッチャーがしっかりその辺ですねサポートをしてあげる、役割をするためにどういう結果を出したいからどういう過程を踏んでそこにたどり着くのかっていうことで、しっかりと、取り組んでもらえればと思います。それではまた次回、続きやっていきたいと思います。ありがとうございました。